はい、どうもバボちゃんです。はい、本日はですね2024年スカイカップメジャーのリーグ戦ですね、イエローモンキーズ対マーベラスの試合をお届けします。はい、解説はですね今日センスマンと無限とでシュータに来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもね、めっちゃ強いチームなんで、さあ、マーベラスのスタメン発表です。1番、レフト、無限です。で、2番、センスマン、ショート、ユーヤですね。で、3番が、ピッチャー、イッチ。で、4番が、ファースト、ボスですね。で、5番が、ライト、早崎さん。で、6番が、センター、たくみ。で、7番が、キャッチャー、力ね。で、8番が、サード、ユーリ。9番が、セカンド、シュータと。いうオーダーになってます。さあ1回です。毎度おなじみのイエモンさんと接戦とした全然おなじみちゃうけどな接戦としたね。そうそうそう、接戦としたね。まあ、あのイエモンさんね、あの僕の先輩、中学の時の先輩のチームに成り立ってるんですけどね。で、無限、それとはい、ハボル腹の心、これね、ユウヤのサインミスなんやね。バスターエンドランでしたね。そう、バスターエンドランです。で、ここせっかくボールもらったチャンスやのにこなしたらあかんな。そうですね、もう後々いいバッター揃って、せーのカーッいや、ほんまに勝つやね。ここね、これめちゃくちゃ飛んだね。全然飛んでないけどいや、全然飛んでないけど、まあこれまあセンターこうなんかサッカーで仕切られてて、今サッカーの子映ってますけど仕切られてたんですよ。だけど一位がレフト前打つんですよ。しっかりそれを関係なしにチャンス拡大してくれますね。そうで、まあここでね、ワンアウト一三塁という形になります。で、4番の子僕なんですけど、こう一本ね打ちたかったけど、これはまあまあ紙一重やったね。いや、でも4番としてはちょっとあかんかなと。で、早崎さんの打席の時にこれ一位がうまかったね。これはうまかったですね。一旦止まって、でこの間にセンスマンが、これ実はね、あの位置とアイコンタクト取ってるんですよ。ほんま、これガチで、これがね、やっぱ行ったら行ってなっていう、さすがやね。これが大阪学院の先輩後輩ですわ。相性抜群でしたね。ね、クソですわレベチってやつか。で、まあここね、しっかりあの1点を先制した状態で1回裏に入っていきます。先発はエース一致ですね。おなじみのね。もうマーベラスで一番投げてますからね。で、これね、僕の二校上の先輩、あの中学の先輩福田さんなんですけど、野球部では結構もう有名で、監督がもうずっと福田はすごいんや、福田はすごいんやっていうのをずっと言い続けてきた選手です。それを抑えた位置はもっとすごいってことになるんですかね。まあそうなんじゃないですか、ね、で、まあ、ここね、2アウトまでしっかり取って三者凡退に抑えたいところで、この三振ね、まあもうビュンビュンと来てますね。いい立ち上がりでした。うん、ここ3人で抑えるのはでかいね。流れをこっちに持ってこれるから。で、2回、先頭の匠がデッドボールで出ます。ここは追加点取りたいですね。そうだから、向こうがこう自分たちの野球ができてない状態で、こっちがねもらってるランナーなんで、なんとかねこうチャンスにつなげていきたいところなんですけど、これ力でうまかったな。いい進塁打でしたね、うん、だからここでこうワンアウト二塁を作れたんで、さあ8番有利です。これなこれどうしてもこうバッとちょっと球に負けてんのかな。まあ負けてるね。うん、うん、負けてる、負けちゃ気持ちで負けてるんだ。うん、でこうツーアウト二塁となって、こう新型が素晴らしい、ナイスバッティング。ナイスバッティングやね。うまいこと持っていきましたね。これどういう気持ちで、ツーストライクに追い込まれてたんで、うん、コンパクトも、ああいいね、コンパクト。でこれで匠が帰ってきて2点目です。でこれもう1点取りたかったんやけど、無限のこれカットしようとした、カットしようとしましたね。これはもうカットのあれやな、わかるもん、形がもうそうでしたね。形がな、もう、うん、形あるもんやな、もうフォームの形がわかるわ。まだ磯振ったら超えてたんちゃう、頭そこまで伸びてたかわからないですけど、まあでも追加点取った後ね、またしっかり抑えときたいところ。
なんですけど、これね、センター前ヒットで、ランナー出塁を許しちゃいます。まあでも、2点あるんで、落ち着いて、ここはしっかり1個、まず取りに行けばいいんかな、というところなんですけど、この辺りね、これ、ユーリうまく処理したね。ちょっとあの、取ったまではいいけど、その後バタバタしてるな。呼吸体勢がね、シュータンが嫌いだったと思う。で、これこれも一人でバタバタして抜けていきましたね。まあ本職外野手でね、この試合セカンド抜擢やったから、ちょっと緊張もしてたね。正直緊張してました。で、ここちょっとあのランナーの出し方が良くない状況でデッドボールと、珍しいね、イッチこういうのでピンチ作るっていうのは。そうですね、なかなか見ないですね。うん、でもここは圧巻のピッチングやな。ここはナイスボールでした。うん、これええピッチングやな。あ、ほんで、これね、多分この辺からセンターカメラがなくなってるんですよ。多分奥でサッカーやったでしょ、はい。そのサッカーやってて、多分サッカーボール当てられてるんですよね、カメラに。子供ら遊んでたから。めちゃくちゃやね。そうなんや。だから、そういうのちょっと指導者の方ちゃんとしてほしいところですけどね。試合中も何回か左中間にね、もうこっち飛んできて、いや、試合止められてます。スージーさんめっちゃ怒ってましたからね。で、ここちょっとね、家元さんに2点返されて2対2のまま3回表。これね、まだちょっと流れがやっぱりこう向こうのピッチャーの方もなかなか制球がね定まってない状況なんで、ここでやっぱりどうしても突き放しときたいんよね。で、ノーアウトランナー一塁でイッチーがレフト前ヒットを打ちます。おなじみですね。いいナイスバッティングですね。また 2,3 番でしっかりチャンスを作って、ね、これナイスバッティングやね。で、僕が送りバントをするんですけど、これうまいですね。いいバントです。いや、バントはね簡単なんで、うん、何よりその打順にとらわれない攻撃っていうのがやっぱり相手にプレッシャーを与えるのかなっていうのは。そうやね。まあまあ、この後早崎さん、匠っていいバッター揃ってるから、別にね、僕が打つ必要もないんかなっていうところですね。チャンスしっかり作って返してくれたらいいかなと。で、ツーアウト二三塁で匠、いいバッターやね。ここ追加点欲しいですよ。で、この匠のこの当たりがまた落ちるんですよ。で、これで2人目も帰ってきて2点追加と。この2点でかかった。でかいですね。でかいですね。流れがあるからこそね。ここはバボちゃんの送りバントがしっかり決めれてたからこそね。いや、まあまあまあ、ありがとうございます。するね、ゴマするなお前。それで決めますよ。走塁ミスは取り返されへんぞ。そんな責任感じます。はい。で、3回このね、点を取った後しっかりと抑えたいところなんですけど、イッチーもこれ先頭デッドボール当てちゃいます。まあ、イッチーね、コース投げ分けれてインコースに投げようと思ってたんかな、多分。これさすがのとこやねんけどね。このスピールディングはさすがにうまいね。イッチー結構ね、二塁で刺すこと結構多いんで。いや、肩バケモンやからな。いや、さすがです。肩がすごい。で、ユーリもこれうまいこと処理したね。うまいよ。いや、今のはほんまにうまかった。いや、いいですね。あれはアウトにできなかった。シュートボッテボッテだったな。これはで人のせいやな、お前も。で、シュータがセカンドフライにしっかり打ち取ってということで3回が終わります。さあ次回4打線の爆発ということで、ミッチーが打たれる、うん、打たれる、うん、打たれる、うん、ということで次回も楽しみにしておいてください。楽しみやな。ありがとうございました。お楽しみです。